こんにちは、牛ワークです。今回は、燃料用アルコールを使用した、携帯用のコンロ、アルコールストーブを、金属の塊から削り出します。アルコールストーブを金属から削り出して、すごいお届けします。これだけでは、面白くないので、アルコールストーブのコンパクトさ、高火力を活かした、外はカリカリ、中はトロトロな、たこ焼きを作ります。アルコールストーブたこ焼き器を作ってみた。空き缶アルコールストーブの作り方を見て、一から設計しました。ベースとなる大きさは、前回動画で作ったオイルランタン。缶コーヒーサイズの小さいたこ焼き器を目指します。加工していくよ。今回はアルミと鉄を使用しました。溝も汎用旋盤で加工しました。完成。アルコールストーブのパーツが完成しました。内側にアルミ、たこ焼きを返すとき重さと安定感が欲しかったので、外側に鉄を使用しました。たこ焼きの鉄板を作ります。穴を開けて、内側を段々に削って、斜めに削って、完成。完成。金属の削り模様がかっこいいアルコールストーブができました。たこ焼き器専用、アルコールストーブなので、ごとくは固定です。アルコールの噴出口は7箇所にしました。たこ焼きの、鉄板、完成。携帯性とデザインを考えて、たこ焼き、1個仕様です。直径38ミリ。小さめのたこ焼きが焼けます。ごとくに鉄板をセットして、小さいアルコールストーブたこ焼き、完成。スペックはこちら。前回作ったオイルランタンと同じサイズ。キャンプで並べて使うのが楽しみ。オイルランタンのメイキング動画も見てね。アルコールストーブの使い方は簡単。中心のタンクにアルコールを注ぎます。着火。外側が鉄でできているため、本体の温まりが遅いです。早送り。本燃焼まで3分かかりました。アルコールが気化し噴出、本燃焼が始まります。青い炎がかっこいい。上から見るとこんな感じ。蓋をかぶせて、消火します。たこ焼き作るよー。こんにちは、牛レシピです。牛レシピでは、金属加工に食材をプラスして、うまい、をお届けします。たこ焼きを作ってみた。タコを切ります。20カット。ネギ、1本、刻んでいくよ。たこ焼きには欠かせない、紅生姜。
ふっくら仕上がる、揚げ玉。たこ焼きの粉は20個分。卵、1個入れて。水道水、分量通り入れて。混ぜます。たこ焼きの材料が揃いました。ウシワークの小さいアルコールストーブたこ焼き器を使います。アルコールを注いで、着火。本燃焼まで待ちます。本燃焼が始まりました。青い炎がかっこいい。鉄板を油慣らしして、くっつきを防ぎます。焼くよたこ焼き調理中。おお、返し成功。丸くなった、楽しい。コロコロ転がして、仕上げます。火力調整ができません。超火力になってきました。消火。きれいに焼けました。ソースをかけて、マヨかけて、たこ焼き、1個完成。いただきます。うまい。2回目からは、アルスト本体が温まっているため、本燃焼の始まりが早く、すぐに焼けました。1個3分で焼けます。お腹が空いた。高火力でガンガン焼くよ。コンパクトさを求めるなら、アルストたこ焼き。生産性を求めるならこちら。なんと同時に20個焼けます。焼けました。完成。ソロキャンプに小さいたこ焼き器を持って、自然の中、たこ焼きを作るのが楽しみです。キャンプ道具シリーズ、続編、制作中です。
鉄の塊から、キャンプ道具を作っているので、見てね。牛ワーク、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、次回。